皆さんこんにちは、写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。前回紹介したモザエアクロス2ですね、ジンバルを使ってどういう風に撮影をしたらいいのかっていうのを今日は実践でお見せしたいと思います。でこんな感じでカバンに、カメラバッグの中にそのカメラとかレンズを入れて、ここにジンバルをこういう風に差し込んでます。だいたいこういう風に固定しますね。でまあ今日はですねちょっと一脚を持ってきてですね、これを使って、これとジンバルを使って撮影するということもちょっとお見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。ベーシックな撮り方ですね。前に歩くところを後ろから追いかけて撮影するっていうところをお見せします。今お見せしたのがジンバル歩きっていうやつで、基本的な持ち方なんですけど、こういう風に縦に持つと、もう縦のブレを吸収で知ってくれないので、ちょっと斜めにするんですね。でちょっと斜めにして、すると、こう、縦のブレを、ちゃんとキャンセルしてくれるようになります。で、膝を曲げて、なるべくこう、抜き足、差し足でこう、ゆっくり歩く。っていうのが、ジンバル歩きっていう、撮影方法になります。いや、これでこういう風にですね、歩くとやっぱりブレちゃうので、なるべくこう振動を与えないように歩くっていうのが基本的な撮影方法ですね。次は自分が後ろに下がってモデルさんが前に進むっていうのをやってみます。はい、できます。どうぞ。焦点距離がちょっとこう長いときは、モータースピードをちょっと遅くして、25ぐらいにしましょうか。それで。
シンメトリーな空間ですね。っていうのは結構ジンバルの、見せどころというか、ジンバル建てるとすごく立体的に見えるんですね。じゃあ撮ってみます。まあ、通常にこう、まっすぐ歩くと思うので。で、この時は、全部、ロックにするのですね。パンも、キルトも、ドアも全部ロック。真正面を向いて撮る。撮ってみましょう。全部フォローにして FPV モードってやつですね。まあ、全部フォローにしてもいいですし、左を3回押せば FPV モードになります。こうすると、こうぐにゃぐにゃ動くモードになります。じゃあこれでやってみましょうか。ちょっと異次元な感じ。じゃあ今度はですね、ちょっと場所を変えて一脚に今つけてます。で、インセプションモードにして、360度回転させようと思うんですね。遅いかな。70ぐらいでいいかな。で、車の中からちょっと、始まってトリッキーな感じで撮るのをやってみたいと思います。はい、じゃあやってみます。行きます。降りて。そのまますぐまっすぐまっすぐ。まあ、このジンバルでいろいろ遊んでみましたけど、とりあえず撮影は以上になります。じゃあここで、せっかくなので自撮りモードで、はい、バリアングル液晶とこんな感じで撮れますから。とりあえず今日の撮影は以上になります。この後スタジオに戻します。引き続き動画をお楽しみください。どうぞ。はい、スタジオに戻ってまいりました。いかがでしたでしょうか。このモザエアクロス2を使ってですね、いろいろ撮ってみましたが、このジンバルの面白さ、魅力が伝わると非常に嬉しいです。まあ、ジンバルってね、どうしても最初はつきにくいイメージありますけど、まあ、そんな難しいもんじゃないよっていうところで考えてもらえば嬉しいかなと思いますね。さて、動画の中で補足説明ちょっと3つほどあります。まず、撮影データがですね、ちょいちょい出てきたと思うんですけど、基本同じでしたよね。で、あれは何かというと、シャッタースピードが基本動画って、まあ、縛りがあるんですよ。フレームレートの兼ね合いで。だからシャッタースピードは変えないことが多くて、で、F 値に関しては今回背景ぼかしたかったし、今回のレンズ、これ初めて使う時のあのレンズですけども、まあ、このレンズをですね、ちょっと楽しみたかったっていうのもあって、基本開放で撮ってました。で、そうなると感度だけでこう暗さを調整することなんですけど、私はそこで基本的にこのバリアブル ND フィルターですね、可変 ND フィルターを使って
明るさを調整していました。ですので、基本これだけですねを操作してたので、ほぼ撮影データが同じですよということになりました。次にジンバル歩きの話ですね。膝を柔らかくしましょうっていうのは言ってましたけど、肘も柔らかくした方がよくって、こう肘ががっちり固まってるとやっぱり、ね、衝撃を吸収しきれないんですよ。なので少しこう伸ばして、肘をこう柔らかくするっていうのがいいみたい。まあ、膝と肘をこう柔らかくして歩くことでより、ブレを軽減することができますよということで、膝にプラス肘もね、注意をして、持って歩いてみてほしいなという感じですね。最後に3つ目ですね。まあ、私ですね、正直動画に関してはまだまだ素人の域を出ません。まあ、撮影経験がそれなりに豊富にあるので、動画へのこうなんですかね、転換ができているっていうだけであって、本当に動画上手かというとまた別問題というか、まだまだだと思うんですよ。ただまあそのこう撮ってみて、うわダメだった、このクリップもう使えないやじゃなくて、ここは写真と同じですね、写真ではロー現像っていうのがありますけど、やっぱりこうダメだったデータを救い出すっていう技術も大事だと思うんですよ。それが、動画編集だったりカラーグレーディングだったりすると思うんですね。だからまあこう持って歩いててつまずいちゃったりとか、ある一瞬でカクンってなっちゃったとか、それがあるからもうかっこ悪いな、ダメだ使えねえやじゃなくて、そこを編集ポイントとして、その前をちょっとスローにしたりとか、早送り気味にしたりとか、まあ、スピードランプって言うんですけどね、まあ、それをやるにはやっぱり、シャッタースピードとかちゃんと決めて撮らないといけないんですけど、まあ、そういったですね、編集技術を磨くことで今まで使えなかったものも救い出して、よりいい作品に仕上げることができるっていうのがあります。なので、まあ、撮影技術と一緒に編集技術も学びましょうということをお伝えしたかったんですね。はい、以上3つになります。最後にこの仕事を今回私に依頼してくれた健康トギナさんには本当にお礼を申し上げたいです。この仕事を通じて私、ジンバルの面白さっていうのを再確認することができました。4月から、こういう YouTuber という立場になってから自分を撮ることが増えたんですね。まあ、今もそうですけど、三脚に立てて自分を撮る、アクションカムカムとかを持ってこう自分を撮ると、まあ、気軽にこう撮ることを求めていたんですけども、どうしてもこうセッティングに時間がかかって、ちょっと大きくかさばるジンバルはですね、そういった自分の撮影スタイルからはだんだん対象外になってきてたんですけども、まあ、今回この仕事の依頼をいただいてですね、このジンバル一本で撮影をするというふうになった時に、やっぱり今まで自分がこう勉強してきた動画撮影スキルがこう試される場面だなとも思いましたし、何よりこのモザイアクロス2がですね、本当に直感操作に優れていたので、あのこう撮ってて、あなんかここダメだったなって思っても、このね直感操作のできるフォロースピードをこう操作できるっていうことで、その自分が今まで失敗していたところをかなり補えるんだなってことが分かったんですね。これすごい発見だったんです。はい、だから他のジンバルだとそれがメニュー深くに戻ってちょいちょい操作して一回撮ってみないと分かんないとか、スマホで接続してちょいちょい操作しないとできないとか、そういう一手間二手間かかるところだったんですけど、このジンバルは違くて、こうやって撮りながら、あこれ今こういう風にやったらいいなって、こう早くするとか遅くするとか、それだけでもだいぶ、撮影に成功することが劇的に増えたんですね。そういったこのモザイアクロス2っていうこのジンバルの、おかげで私のそのなんですかね、今までできなかったことっていうのも改善することができました。はい、ですのでまあ本当にね、今回はいい経験させていただいたなと思います。健康トギナさん、本当にどうもありがとうございました。でね、このジンバル、ご存知の方も多いかと思うんですけど、タイムラプスの機能がね結構すごいんですよ。私の本業でもあるね、タイムラプス撮影をこの動画の話に交えて説明するっていうのはね、
ちょっと時間が足りなすぎたんですね。タイムラプスの部分に関しては、後日また、機会を設けて紹介したいなと思っています。まあ、ちょっとなんかやることばっか増えて追いつくの大変なんですけどね、頑張ります。はい、はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。結論としてジンバルってめちゃめちゃ楽しいです。はい、世界が広がります。取れるものがぜひ、気になっている方はトライしてみていただきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。したっけねー、したっけねー。もうちょっと早くしちゃうよー、遅くもしちゃうぞー。ゆっくりになりました。楽しいよねこれ、ほんとね。はい、クリクリがね、はい、ありがとうございました。